平成28年7月25日、阿蘇ユネスコジオパークのジオサイトを案内しているガイドの研修会が行われ、熊本地震でできた地盤沈下や地割れした田んぼなどを見て回り、自然現象について学習しました。阿蘇ジオパーク推進協議会では、世界ジオパーク認定に合わせてガイドを養成し、阿蘇ジオパークの見どころを案内してきました。研修会は、熊本地震発生後、旅行代理店や一般の観光客などから、ジオツアーに関する問い合わせや依頼が寄せられていることから、地震の被災状況や地震のメカニズムを学び、正しく伝えてもらおうと、阿蘇ジオパーク推進協議会が行ったものです。この日は阿蘇ジオパークのジオガイド20人が参加して、阿蘇火山博物館学術顧問の須藤康明先生と渡辺和則先生の案内で、阿蘇市的井市にある阿蘇西小学校周辺の田んぼの地割れや道路にできた段差などを見学しました。須藤康明先生は、阿蘇西小学校近くには二重の峠断層があるが、道路の段差や田んぼの地割れは断層ではなく、大昔の川などの跡で陥没や地割れした可能性があると説明。そして現地研修の後、意見交換会を行いました。阿蘇ジオパーク推進協議会では、今後もジオサイトの被災状況を詳しく調べ、新しいジオストーリーを作り、復興につながるような語り部を養成することにしています。